見たければ見るがいい。俺の圧倒的なデュエルを。早速始めましょうか。ファンサービスは僕のモットーですから。デュエル！とくと味わってくれよ。俺のファンサービスを。俺のターン。俺は魔法カードコンドーレンスパペットを発動。モンスターをセット。カードを伏せる。俺はこれでターンエンドだ。さあハンティングの始まりだ。俺のターン。ドロー。サイファーツインラプトル。モンスター効果発動。俺はモンスターを手札を1枚捨ててサイファーツインラプトルの効果発動。ハイファーミラーナイト。墓地へ送られたサイファーエトランゼの効果発動。モンスター効果発動。闇に輝く銀河よ、復讐の騎士に宿りて我がしもべとなれ。エクシーズ召喚。降臨せよ、ランク8ギャラクシーアイズサイファードラゴン。カードをセット。カードをセット。バトルだ。ギャラクシーアイズサイファードラゴンの攻撃。殲滅のサイファーストリーム。ターンエンド。さあ貴様のターンだ。とくと味わってくれよ。俺のファンサービスを。俺のターン。ドロー。手札から魔法カード発動。手札から魔法カード発動。墓地のテラーベビーを除外して効果発動。このターン、ギミックパペットの効果発動に対してお前は効果を発動できない。墓地に存在するビスクドールの効果発動。このターン、自分フィールドのギミックパペットは貴様の効果の対象にならない。ギミックパペット、ハンプティダンプティ。ハンプティダンプティの効果発動。このカードが召喚または特殊召喚に成功した時、手札からギミックパペット1体を特殊召喚できる。来い、ギミックパペットビスクドール。ミックスモンスターをリンク召喚。モンスター効果発動。ギミックパペットマグネドール。墓地に存在するネクロドールの効果発動。墓地からこのカード以外のギミックパペットを除外してこのカードを特殊召喚する。来い、ギミックパペットネクロドール。現れろ、ナンバーズ15。運命の糸を操る地獄からの使者。漆黒の闇の中より舞台の幕を開けろ。ギミックパペットジャイアントキラー。ジャイアントキラーはオーバーレイユニットを一つ使い、特殊召喚された相手モンスター1体を破壊する。俺のファンサービスだ。受け取れ。トラップ発動。サイファースペクトラム。降臨せよ、降臨せよ。ジャイアントキラーはオーバーレイユニットを一つ使い、特殊召喚された相手モンスター一体を破壊する。俺のファンサービスだ。このターン、墓地へ送られたサイファーミラーナイトの効果発動。俺はこれでターンエンドだ。いいね、いいね。追い詰められてるね。まだだ、まだ俺のライフは残っているぞ。俺のターン。ドロー。ランクアップエクシーズチェンジ。ランク9。ギャラクシーアイズ
サイファーブレードドラゴン、モンスター効果発動、現れろ、モンスターを特殊召喚、モンスター効果発動、オーバーレイユニットを一つ使い、ギャラクシーアイスサイファーブレードドラゴンの効果発動、永続トラップ発動、マーシャリングフィールド、闇に輝く銀河よ、復讐の騎士に宿りて我がしもべとなれ、エクシーズ召喚、降臨せよ、オーバーレイユニットを一つ使い、ギャラクシーアイスサイファードラゴンの効果発動、サイファープル、銀河の光の導くところ新たな世界が開かれる、天孫降臨、アーマードエクシーズ召喚、現れろ、新たなる光の化身、ギャラクシーアイスブルーアーマーフォトンドラゴン、サイファーエトランゼの効果発動、リバースカード連続魔法発動、カードを捨て、待て、行け、攻撃だ、うわ、まだ終わっちゃいねえ、くらえ、プレイヤーにダイレクトアタック、覚えておけ、俺が受けた倍の苦痛をお前に返してやる、フォー、懺悔の用意はできているか。